第217弾。ある大福長者の曰く、人はよろずを差し置きて、ひたふるに徳をつくべきなり、貧しくては生けるかいなし、止めるのみを人とす、徳をつかんと思わばすべからく、まずその心遣いを修行すべし、その心というは他のことにあらず、人間常住の思いに重して、 仮にも無情を感ずることなかれ。これ、第一の用事になり。次に、万事の用を叶うべからず。人の世にある、自他につけて、諸願無料なり。欲に従いて、志を遂げんと思わば、百万の税にありと言うとも、しばらくも重すべからず。諸願はやむときなし、宝は作るごあり。限りある宝を持ちて、 限りなき願いに従うこと、うべからず。所願、心に刻ざすことあらば、我を滅ぼすべき悪念きたれりと固く慎み恐れて、昇用をもなすべからず。次に、銭をやっこのごとくして使い用いるものと知らば、長く貧苦を免るべからず。君のごとく、神のごとく恐れとうとみて、 従え用いることなかれ。次に、恥に望むというとも、怒り、恨むることなかれ。次に、正直にして、役を固くすべし。この義を守りて、利を求めんは、富の来たること、火の乾けるにつき、水の下れるに従うがごとくなるべし。是に積もりて、尽きざるときは、延々生殖をこととせず、巨匠を飾らず、 諸願を上ぜざれども、心、こしなえに安く、楽しい。と申しき。そもそも人は諸願を上手がために財を求む。にを財とすることは願いを叶うるがゆえなり。諸願あれども叶えず、にあれども用いざらんは、全く貧者と同じ。何をか楽しみとせん。この掟ては、ただ、 人間の望みを断ちて、貧を憂うべからずと聞こえたり、欲を乗じて、楽しびとせんよりは、しかじ、在なからんには、要、そうやむもの、水に洗いて、楽しびとせんよりは、山ざらんにはしかじ、ここに至りては貧、貧、富湧くところなし、苦境は、利息に等し、大欲は、無欲に似たり。